津波警報が発令されました。沿岸部の方は直ちに高台に避難してください。防災の日を前に宮崎県と共催で日南市総合防災訓練が8月30日に行われ、消防や自衛隊、医療機関などおよそ700人が参加しました。訓練は南海トラフを震源とするマグニチュード 9.0 の巨大地震が発生し、日南市では震度7の揺れが起き、太平洋沿岸に大津波警報が発令されたことを想定。プロ野球のキャンプ地天福球場には瀬西地区と西町地区の住民合わせておよそ70人が避難をしました。そして日南総合運動公園には東郷地区の住民約200人も避難し、地区住民が主体で避難者情報の収集に当たりました。自治体と市では避難が長期化した場合に備え、地域同士のコミュニティや避難場所のルールなどを話し合っていました。こういうところで長い期間いたことのある経験者というのはそういないと思うんですよ。そうするといろいろな障害っていうんですかね、健康の問題もあるだろうし、人的な問題もあるだろうし、やっぱり大変じゃないかなと思いますね。屋外では陸上自衛隊と災害医療派遣チームの宮崎 DMAT が連携、救護者の搬送とトリアージ訓練をし、真剣な表情で挑んでいました。風田浜には海上自衛隊のエアクッション型揚陸艇エルキャックが初めて海岸に乗り入れました。エルキャックは全長約24メートル、最速70キロほど出せます。国交省の情報収集車と自衛隊の高機動車が積載され、被災現場へ向かいます。災害ボランティアセンターでは、河野知事や佐喜多日南市長らが担当者から動作の確認をしていました。このほか NTT の災害用伝言ダイヤルのブースでは、避難住民が171番にメッセージを入れる方法の説明を受けていました。みんなと一緒だから大丈夫です。電話番号待つ。今回の訓練は周辺自治体との連携を深めたり、各機関が広域での対応が機能するか実証するために行われ、